はい、次行きまーす。今日は友達100人できるかなという話をしますよく1年生よく言うやろ、目指しとる友達できるかな1年生の目標とかで今日は友達100人できるかなとねいうようなのがある歌でね、1年の時って、なんで1年の時って小学生になる時ってこれなんかね、いつも友達100人できるなんか言うよね、でもいずれ言われなるよね、まず100人そのクラスにおらんし、まあおらんのじゃけど学年で100人もおらんクラスが出てきおるけどね、俺らのね地域なんかでも一クラス30人か、30人もらん、俺のクラスは35人で。35分、31? で、2クラスよね、大体。で、60何本とか。ね。俺らが小学校の時は6クラスあったんだけど、中学も6クラスあったけどね。じゃけ、30×6 じゃけん、サブロク18、180人。まあ、中学になったら合わさるけん、多いけど。中学の時は、じゃけ、2クラス、2クラスの、こっちの学校が2クラス、こっちの学校が2クラスだったら4クラスになるけん、30人おったら1クラス30人で4クラスだったら30×4 じゃけん、どう3412すればいい、3412120わかる、1203クラス一クラス30人だろ、で、4クラスあるんだろ、これ、計算簡単ないよ、これ。一クラスに30人います。4クラスあります。一クラスに30人だろ、じゃあ、4クラスだったら3、4、12すればいい。120人ってことだ。だろ、二クラスだったら60人だよ。3、4、掛け算。そのための掛け算だろ。これ120人ね。120人。うん。で、友達100人できるかなっていうことでね。120人、友達100人できるかな、じゃけん。4クラスあったら120名。4クラス、例えば120人。4クラスあったら120人。じゃけん、中学だったら120人おるわけよ。単純に計算したら。そしたら、100人友達ができたら、友達じゃない人は何人いますか？20人。計算よね。まあ、それは今、遊びで計算の練習しただけじゃけど。まあ、そろそろね、4年と6年だけね、今。分かってきたと思うんだけど、世の中が。俺もよく言うけど、ね、友達100人いりますか？いりません。そうじゃろ？そうなんや。で、この間もキングダムを見たよね。俺らキングダム見た、面白かったよね。面白かったですね。ね。ぜひ見て。そういう、ことなんや。その、例えば、友達100人おります。おる。100人おるチーム。で、こう、友達が100人おるチームと、こっちには友達が、まあ、例えば、10人しかおらん。まあ、例えばこうよね。こんな感じで。ね、友達が、まあ、100人もかけんけん、例えばこれが100人おったとするよね。こっちには10人。まあ、3人しかかけてないけど。この黒で書いてる線が、まあ、絆みたいなもん。絆。つながっとる。太いか細いか。これって、100人おったとしても、こんな細い絆とか線で繋がっとる人って、一瞬で消える。そうなん、一瞬で消えます。っていう話よね。一日ぐらいで消える。例えばなんかトラブルが起きた時には一瞬になくなる。全部、全部、裏切る。青対赤で戦った時。戦った時。細い線で繋がっとる人っていうのは、もう裏切るよね。怖いけん。俺逃げます。全部逃げる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 。全部逃げる。怖いけん。
結局100人中1人か2人しか残らなかった人間。こっち3人残っとるわけで。これ、強い絆で繋がっとるけんね。絶対行くぞ、みたいな。これは、逃げんよ。友達として絆が繋がっとるわけ。めっちゃ太い。で、俺が思うんよ。何回も言うんだけどね。細い絆で繋がって、細い線で繋がっとる人間関係っていうのは、これは表面上。表面だけでいいです。ね。氷とかでもそうよね。ね。今日氷作るんだけど、冬でも、寒い時なんか、川とか、水たまりなんか、表面か、うっすら氷になってる時あるよね。寒い日。あれって、その上歩いたらバキって絶対割れるじゃん。バキってピチャで、下に行くよね。あれと全く一緒、表面上だけのつながり。でも、実際もう何十時間とかけて氷に刺した場合は、何倍やっても割れんよね。あれって、すべて人間関係も同じこと。すぐバキッ。うん。なんぼ叩いても踏んでも投げても割れんじゃん。うん。どうやっても。まあそれは火で炙ったら溶けるかもしれんよ。うん。ただ、攻撃的なことをしたって、ほんまなんか道具使わん限りは割れんわけない。ちょっとしか書けん。うん。すぐパキパキ割れる人間関係だったら、それなりの表面上の付き合いでいいん。それはそれでいいんだけどね。それはそれでいい。ただ、本当の友達を100人見つけれるかって絶対見つけれんけん。うんうん、しかもそんないらんし。うん、ね。私もね。うん。難しいよ。うん、ということは、ほんまに裏切らん友達、うん。自分が困った時に助けてくれる。相手が困った時に助けてあげれる友達。うん、これはいつ現れるかわからん。うん、もしかしたら今現れとるかもしれん、ね。もう現れとるかもしれん。いつ現れるか。今の友達も最後の大人まで続くかって言ったらわからんじゃん、それも。うんうん、ね。だけど、いつ自分にとって現れるかわからん。それが前も言ったけど、男かもしれん、女かもしれん。年下かもしれん、年上かもしれん。うん、そこは自分が大事にしたいなと思う友達というのは、そんなには現れん。ということは、この絆が深く、綱を深く、たった糸みたいな線じゃなくて、綱引きの綱のような、すごい切れない、心でこう、繋がっていくっていう友達を、ね、いずれは、どういう人なんかな、俺の、繋がっていく絆をね、すごい大事にしてくれる友達、自分が大事にしたい友達っていうのは、いつ現れるのかなというのを楽しみにして、俺は生きてほしい。うん、もういつから現れるようになっとるっけ絶対に、うん。現れない人おらんけ、うん。うん。それを意識してアンテナを立てとけば必ず来る。うんうん、アンテナを立てるの大事だけね、うん。うん。アンテナ立てとけば、まあ話はずれるけど、例えば、アンテナ立てるということは、実際こうやって立っとるわけじゃないじゃん。うん、ね、スマホとか見たら、電波のアンテナ立っとるけど、うん、人間としてアンテナを立てるということは、例えば簡単なことで、ナンバー、車のナンバークロッキーって見たいじゃん。うん、あるじゃん、知っとる、うん、クロッキー知らん黒まあ、クロッキー知らんとしてもいいわ。例えば、黄色い車が見たいなって思うじゃん。うん、ボディが黄色い色の車。うん、が、見たいな、今日見たいなってアンテナ立っとくんよ、うんうん。で、小学校まで歩いていくじゃん、うん、今日黄色い車もないかなってこうやって見て歩く、うん、そしたら自分が黄色いアンテナが見たいっていうアンテナが立っとるけ、うん、黄色い車が目に入ったらおったおったってなるの、うん、それアンテナが立っとる証拠ない、うん、でもアンテナ立ててなかったら例えば黄色い車どうっても何とも視界に入ってない、うん、そういうことない。アンテナを立てることによって自分は黄色い車が見える、うん、普段通るよってもそれが通っても気づかんっていうのはこのアンテナが立ってない。ずるいし。うん。で、今日は黄色い車がえらい多いなと。今日いっぱい通ったよ。それいつも通っとんじゃけど、今日はアンテナ立てとるけん多いく感じるだけない。そういうことない。人間ってそんなもんね。うん。何かに意識してアンテナ立てとけば、それが目に入ってくる。うん。そういうもんで、何もボケーとして、おっても自分が大切と思っとる友達って
ほんま大切なのに見逃しとる可能性はある。うん、ということは、アンテナ立つとかにいる必要。うん。という人生を送っていけば、勝手に出てき、できるし、大切にするし、うん、裏切っちゃいけんと思うし、うん、俺はそう、それが大事だと思ってる。でけ、その、この間も言ったけど、2対6対2の法則。ここに2が、2が来るんじゃないかと。2名。うん、欲しいよね。その、絆で繋がっとる人。うん、それを見つけましょう。わ、うん、かる？わかる。よし。じゃあ明日からそれでまた、頑張ろう。頑張りましょう。いいよ。いいよ。トイレ行きます。トイレ行きます。いいよ。